味噌汁笑顔。はい、どうも、味噌汁笑顔マウンテンズのりょうです。今回はですね、この前の動画でちょっと、コメントがありまして、1泊2日のテント泊装備のパッキングの様子を見せてくださいっていう、コメントがありましたので、それにお答えして、ちょっと今日はね、1泊2日の登山の用意を用意したので、今回は、ね、ギアの紹介ではなくてパッキングの様子をちょっと紹介したいと思います。じゃあパッキングしていく前にですね、まあざっくりと持っていくものを紹介したいと思います。はい、すごくざっくりとですが、こんな感じでちょっとね、一個ずつ簡単に紹介していこうと思います。こちらがですね、オガワンドのボトルホルダー。これはザックのね、ショルダーにつけます。これもショルダーにつけるやつで、パーゴワークスの、スナップになります。で、こちらが手袋、これ100円ぐらいのやつですね。と、クマ鈴、歯ブラシと手ぬぐい、あとバックパックが大和道の3で行く想定をしています。でね、ちょっとこちらの本を結構僕参考にしながらやってるので、まあここに載ってる内容もちょっと出てくると思います。はい、っていうのを置いといて、テントはニーモの谷で、ヘグ、ボールで、クッカーがエヴァニューのパスタもチタンクッカーの S ってやつの中に、ここに110のオーディー缶と、シリコンのコップが2つと、外のアミカスが入っています。あと MSR のスポークもこの中に入っています。ライターも入ってますね。はい、あとレイン上下と着替え、天場で着替えたいので着替えと、テーブルで、ダウン上下とランタン、日焼け止めヘッドライトで、これがポーチの中にティッシュとエマージェンシーキットとソーヤミニと、アンカーのモバイルバッテリーですね。はい、こんな感じで、こっちに行きまして、これも大和道のスタッフパックの XL で、この中に僕は、こうナンガの寝袋ですね、オーロラ 350DX のセンタージップっていうやつなんですけど、これにこれとダウン上下をセットにして、この中にね入れてます。はい、あとでちょっと入れたいと思います。あとはストックは1本でいいかなと思うので、1本、もしくは2本になります。で、スリーピングマットはこちらの大和道の UL パッド15プラスの100センチですかね。はい、確かそういう名前だったと思います。はいはい、こんな感じですね、全体的に。じゃあ今からパッキングしていきたいと思います。上のナルゲンボトルはね、水想定です。だいたい 1.5 持っていくんですけど、まあ一応ボトルがなかったんで、2本で今回はやろうと思います。すいません、あと食料を忘れてたんで、食料はちょっとニーモのオーラを食料と想定して詰めていきたいと思います。じゃあこんな感じでやっていきます。はい、じゃあまずですね、こちらに寝袋を入れていきたいと思います。本来の収納袋もあるんですけど、そちらがちょっと防水じゃなくて、なおかつ収納もちっちゃいので、ここに突っ込んでいます。まだ結構余裕あります。で、そこにモンベルのダウン上下を突っ込んでいきます。はい、こんな感じで入りました。じゃあね、今からこちらの大和道の3に
パッティングしていきたいと思います。まずは、これもフレームレスザックになるので、まずテントの、ね、骨を作ります。フレーム代わりにこちらのスリーピングマットの方を丸めて突っ込んでいきます。入れたらしっかり中で広げます。はい、今こんな感じですね。まだマットしか入ってません。じゃあここに、まずそこに今入れた寝袋、シュラフを入れていきます。はい、じゃあ次にね、ここに着替えを、天場で着替えるためのね、着替えを入れていきたいと思います。こちらですね。はい、こんな感じで結構ねぎゅうぎゅうに押し込んでください。というか押し込んでます。はい、着替えが入りました。ポールですね、テントポールはここの、ね、背中側のここのマットの僕は外側に入れています。はい、こんな感じで、こっちが背中側です。ここだと背中にもね、ギリ干渉しないんであんまり気にならないのでここに入れてます。はい、ありました。今までね、ちょうどバックパックの半分ぐらいですね、ちょうど半分もないかな、半分ぐらいのところに、あります。ここか、ここですね、ちょうど半分ぐらいのところに来てます。はい、じゃあ次にクッカーを、まあ、ちょっと背中あたりに入れてます。置いて、あとは割とね雑に入れていくんですけど、こんな感じでちょっと大きいのから、これがレイン、相変わらずこれはワークマンを使ってます。で、こういう小物を入れた USR 系を隙間に入れて、テーブルも基本的には天場でしか使わないので今はもう入れちゃいます。ここの背中側にね、はい、こんな感じで入れて、まあこっちでもねいいんですけど、こっちにしようかな、こっちにしようかな、テーブルはこっちにします。はい、であとこんな感じですね。これはこういうのはまあ基本雨が降らなければこの辺でいいかなと思うのでサイドに入れて、これ熊鈴とこういったねバックパックに取り付けるやつは最後にやります。手ぬぐいも、歯ブラシは僕結構雑でここに掘り込んでます。いつもこんな感じで、はい、もうこんだけか。で、エグもね背中側に隙間にこんな感じで入れてます。で、あとはもう食料を、ポンと入れまして、でその上に水をポンポンと背中側にね、体側に来るように乗せています。だいたいこんな感じですかね。はい、はい、今だいたいこれぐらいまで余裕があります。で、一回くるくるっとして、はい、こんな感じで
あとはですね、まあ、日焼け止めとか結構すぐ使うものは背面に入れています。行動色とかもこう基本的にはね、カーゴワークスのスナップとかポケットに入れてるんですけど、こうなくなった時に次食べるやつは休憩の時とかにこっちに移動してやっています。はい、まあ、ヘッドライトもこっちですかね。で、こういうソーラー式の充電のやつはここに、ね、こういう感じでつけてます。もしくはメッシュの中に突っ込んじゃいます。はい、で、こっち側ですね、ここが僕結構重要かなと思ってて、やっぱりリュックを下ろさずにアクセスできるっていうのが非常に歩いていて便利だなと思うので、このまずパーゴワークスのスナップを左側に、自分のね左に来るようにつけて、でオガワンドのボトルケース、ちょうどね 500ml のペットボトルを3本ぐらい持っていくのでこれをつけています。これもすごい着脱が簡単で、はい、ブレもしない、ブレもなくて、でここの輪っかをねボトルの飲みくじのところに引っ掛けると落下もしなくなるので非常に便利です。軽いです。でこういう手ぬぐいとかタオルをここの輪っかに、この輪っかがあるんでここに通します。はい、で最後に熊鈴はこの胸のとこですねに引っ掛けて、熊鈴もそうですね、こうやな、はい、こんな感じになります。はい、これでね、いつ緩んでも締めれるんで、はい、こんな感じになってます。ちょっとじゃあ、ね、水と食料がないんですが重さを測りたいと思います。6.89、 だいたいちょっと誤差が出るんですが、だいたい 6.89kg です。ちょっとじゃあせっかくなんで背負ってみたいと思います。はい、こんな感じです。しっかり体に寄せてあげて、で、胸のベルトを締めます。腰しっかり締めると割と五分五分ぐらいの感じで体重が分散されてるので、結構歩いてるとここはちょっと緩んでくるイメージというか感覚があるんですが、その度にこうキュッとやって常にこの大体全体で分散されてるような感じでやっています。なるべく荷物は上に来るようにして、ここで骨盤のちょっと上ぐらいで締めております。はい、こんな感じです。はい、じゃあね、もう僕は寝る時間なので、寝ようと思います。はい、またね、近々
今のところはね、天白の予定がないのでちょっと、もう冬はどうかなって感じなんですけど、またね、行けたらその山に行った動画も上げれたらいいなと思っています。はい、じゃあ動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしければお願いします。あと何か疑問とかね、ご意見がありましたらコメント欄の方でどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日は1泊2日のテントパッキングのこのパッキングの僕の方法を紹介いたしました。まだまだね、軽量化もできてないっちゃできてないんで、まあゆっくり楽しみながら変えていこうかなと思っています。はい、長くなりましたが失礼します。さよなら。